まあ、プリウスの方が、ね、車格はもっと上ですけど、はいはい、四駆になってるのと、あとやっぱ安全装置が標準でついてる、はい、まあ、オプションでつけるものももちろんあるんですけど、大体は210円ぐらい。そうですね、はい、ちょっとやりすぎも気持ちちょっと高めの設定。そうなんですよ、それに今冬タイヤとつけたりしたら150ぐらいの、で買えるかどうか。まあ、選ぶね、最初の根本のグレードももちろんあるんですけど、うね、こういうのも最初から9インチのテーカナビバーにしたりとか、うん、いろいろあると思いますけど、まあでも逆に言えば、例えばナビはスマホで対応できるとか、あとエンジンスタートもアプリで対応できるとかっていうのもあったりするので、なんかいろんなものつけなきゃなんかそんなっていうようなイメージでもないので。Thank you.